クレオパトラに自らの行いの責任を取らせるわ。その前にやるべきことがある。何があるの、バエ君。私たちに残されたものなんて何も。シバだ。俺たちの故郷。寄り道している暇はない。ケムを殺した奴を見つける。そうね、それだけはやり遂げる。ほん、クソ、衛兵だ。死体の山を作って意思を示しましょう。こんなに長く一緒に過ごすのは随分久しぶりだな。そう、ついこの前のように思える。あや、容易じゃないぞ。俺たちの道は。時間はかかりそうだけど、目標だけを見ればそうでもない。来て、急がないと。衛兵がいる。何もかもがしっくりこない。鼻につくな。急いだ方がいい。来るべきではなかったな。さあ、それはどうかな。ようやく殺せる相手がいたわね。暴れないで。殺さないわよ。ナミウスだった。彼らが君らの息子も殺した。すまない。奴はオーブを奪い、シワに向かった。シワ、バエク、アヤ、君たちの同胞が危ない。行け、早く。行きなさい、アポロドーロス。ハデスの元へ。静かすぎるわ、動物すらいない。ああ、きっと何かの疫病のせいだ。おそらくフラビウスの仕業ね。奴の腹渡をえぐり出してやるべきだった。宝物庫へ向かおう。
ローマ兵がいる。フラビウスの兵だな。借りてイビ賊を始末しろ。おう、黒幕はフラビウス。奴は全てを手に入れるためにカエサルとローマ人を連れてきた。騙されたな。愚かだった。ナビオ、何が起きた？バエク、アヤ、急いで。ヘプツェファが宝物庫に。ナビオ、片付いたらすぐに戻ってくる。恐れているようだな。逃げていくわ。気をつけて。何があるかわからない。何が起きたか確かめないと。バエク、これって夢なの？これがドゥアトなのか。こんな場所があるなんて想像もできなかった。神々の地に足を踏み入れるなど。物語もある。バイク、バイク。エプツェファだ。ああ、兄弟。まさかこんなところで命を落とすと。奴らは俺の親友を奪った。急いでフラビウスを止めないと。ダメだ。置いてはいけない。弔ってやらなくては。先に行って、ついていく。エプツェファは結社のことは知らない。殺される理由などなかった。フラウィウスは俺に見せつけるためにやったんだ。ケムを殺したのは奴だ。あなた、肩をつけましょう。ラビア。
起こったことを見たわ。恐ろしかった。ローマの指導者が宝物庫に入った。セプティミウスとフラビウス、奴らの持ってきたもので扉が開いたの。神の手みたいに。ヘクゼルが止めようとしたけど逆に捕まってしまった。奴らが入ると青い炎が現れた。逃げても無駄だったわ。村の人間は皆理性を失って人形みたいに倒れた。奴らはシワを破壊した。奴らに報いを。終わらせてくれ。バエク、アヤ、村全体があなたたちを支えようと祈ってるわ。まずはヘプテファニアスらかの眠りを、それから正義の裁きを下す。暴風処理師に来てもらおう。ヘプセファが足の原野を歩けるようにアヌビスに祈ろう。心臓の代わりにこの装飾品を受け取ってもらうんだ。ヘプセファ、友よ。ヘプセファ、お前の助けがあればな。バエク、ヘプセファがこれをあなたにって。彼が大切にしていた武器よ。大事に使う。動物？ここを巣にしているのか。荒れるわけだ。じいさん、久しぶりだ。キムに会わせてやりたかったよ。村人がローマ兵を捕まえて尋問したが、フラウィウスはキュレネに向かい、セプティミウスはアレクサンドリアへ向かった。俺がフラウィウスを殺す。キュレネの境に農場がある。誰かがフラウィウスを見かけてるかもしれないわ。私はセプティミウスの心臓をえぐり出してやる。どこへ行こうと悲劇がついて回る。共にいる限り受け入れるべきかもしれない。辛いわ。諦めたくはない。でもお前のことを思うたび、キムを思い出す。失ったもののことを。私もできるのは殺すことだけ。さらばだ、アヤ。しばらくぶりだな、キム。
界で有望なフラウイウス。たたえよ、無敵のたてがみフラウイウスを。決して怒らせるな、不屈の者、頑健なるフラウイウス。フラウイウスに従え、ライオンに従え。獅子フラウイウス、富と幸せと健康を与えたまえ。これは冒涜だ。彼らはフラウイウスを神と崇めてる。作物が枯れる。ライオンよ、雨をもたらしたまえ。彼の牙は逆らう者の肉を引き裂くだろう。畏敬の念で身震いします。偉大なるレオンティウス。早く早く黄金のたてがみをたたえて歌うのよ。彼の爪は我らの敵の血で染まる。ああ、我らの誇り、たてがみはトパーズ、爪は銀でできている。フラウィウスの方向はローマを大地ごと揺るがす。おい、緑の豊かな大地、それをローマ人が踏みにじった。ここがアヤの言っていた農場か。奴が通るのを誰かが見てるはずだ。敵じゃない。ごめんなさい。ただとても優しい人だったのよ。怪我をした犬の手当てを頼まれたこともあるの。どうしてこんな。同じ光景を見た。シワでな。俺はその元凶を探している。フラウィウスだ。地方総督の？フラウィウスは俺の息子を殺し、村を破壊した。今はこの土地を不損にも、アムンラーの光を掲げて練り歩いている。さあ、生存者がいないか、農場を探そう。シワのバイクだ。私は、おかしくなった町のプラクシラよ。フラウィウスはなぜこんなことを。みんなただの農民なのに。邪魔になったからだ。ニヒリカフェ。クイアデゼルテエカプトワ。まだ生きてる人がいるはずよ、女性や子供。誰か隠れてるのか。ネネト、大丈夫？何があったの？赤街灯の連中とライオンの頭をつけた男、農場の労働者にするって息子のカデや他のみんなを連れてった。そして奴がやってきた。大ガラスのような暗い目、石を投げて追い払いたかった。鍵爪に黄金の光を掲げ、みんなが死んでゆくのを見て泣き声を上げた。自然に反していたわ。誰もが泣いて叫んで走って死んだ。あんたはなぜ。誰もネネトを見ない。目の曇った年寄りだからよ。でも私は見た。声は上げない。血でむせるまで舌を噛んだ。
やった男たちは必ず見つけ出す。急ぐべきよ。大ガラスは女漁師がいる北へ飛び、赤ガイトが不平を言った。カデを連れ戻して。やってみよう。俺も奴らに息子を奪われた身だ。ネネと荷馬車へ連れて行きましょう。フラウィウスを追うの？そうだ。息子のため？皆の息子のだ。恋しくてたまらないでしょうね。一瞬たりとも忘れたことはない。きっと葦の原野で再会できるわ。そう願う。そうだ、女漁師というのは？ええ、キュレネ、ローマの信仰の輝かしい玄関口よ。この北にある。奴がいるなら見つけ出して魂まで八つ咲きにしてやる。キュレネに到着したらディオクレスを探して。友人で信頼できる人物よ。彼はアゴラで聖願者の話を聞いてるから。これを渡して。この土地に落ち着きを取り戻せるといいが。望み通り正義が下るといいわね。ネネトの息子はなぜ連れて行かれた？砦はキレナイカに大きな影を落としてる。アグリッパ将軍とフラウィウスは戦争の準備をしてるって噂よ。エジプトに対して？彼らはそんなことをしないと。いや、奴らはきっと止まらないだろう。ネネトを私の診療所に連れてくわ。アスクレピウス神殿の南よ。あそこも問題は抱えてるけど。できれば会いに行く。炎の中へ。フラウィウスが罪を焼き尽くす。信じぬ者はあなたの炎に焼かれる。フラウィウスが神だと？どうかしている。ライオンの炎が浄化する。フラウィウスは我らと共に歩む神。許しの灼熱を感じるのだ。ローマまでついていきますとも。やめるんだ。触るんじゃない。フラウィウスはこの男を代弁者にした。シルフィウムを奪う罰は死刑だ。フラウィウスが決めた。シルフィウムは共和国のものだ。この薬草は渡さない。シルフィウムのそばに近づくんじゃない。シルフィウムを狩れるのはローマ人だけだ。シルフィウムを盗もうとする者は死刑に処せられる。近寄るな。このシルフィウム畑は共和国のものだ。フラウィウスの決定だ。すべてのシルフィウムはローマのものだとな。やめるんだ。触るんじゃない。フラウィウスが決めた。シルフィウムは共和国のものだ。シルフィウムを盗もうとする者は死刑に処せられ。ここが光り輝く町キュレネか。ローマ人がどれほどの文明とやらをもたらしたのか見てみよう。またいとこがスミソスからランプを買ったんだけどな。次の日帰りほど消えちまった。心臓に細い矢が突き刺さっている。まさに奴が呪われてる。掴まれた胸が愛に苦しんでいる。
降伏すべきか戦ってと。Αγγέλισμα προς ού. Προσεύχουν πάση. Κρινέων γε χαριστεά ουδέ.詐欺師に丸め込まれて戻ってきたんだ。そうしたら税金を払えと。断ったら農場を燃やされた。レアンデルの部下だったんだな。妻は奴に抵抗してもいいことはないと言ってた。あいつの言う通りだったなんて。奴に償わせる。保証しよう。保証だと。ディオクレス、焼けた畑に種をまけるか、死んだヤギが生き返るか、何が保証だ。もううんざりだ。お前にもな。この地で最も敬意を払われる政務官に何かご用かな。そこの君、ブラクシラに言われてきた。俺はバイクだ。彼女はフラビウスに町を汚されているが、一応無事だ。奴の殺しの後をはるばるシワから辿ってきた。では噂は。ああ、戦争の準備も本当だ。また迫害者か。エジプトの情勢はもう安定しない。侵略は後を絶たず、フラビウスはエジプトを墓場に変えてしまう。奴がいるアクロポリスはローマ人で溢れてる。いい結果が出ることを祈るよ、バイク。私は政務官のレアンデルに対処しなくては。何かあったらいつでも声をかけてくれ。ありがとう、ディオクレス。俺の息子が足の原野に行ける日も近い。
前が影でコソコソしてるのに気づかないとでも思うのか？シワのバエク。俺はお前の殺しと狂気の道をはるばる故郷から辿ってきた。今こそお前の命で贖ってもらうぞ、ロマ人。いや、エジプト人、お前は今から神の前に屈するのだ。そう、奪った。親友も なぜアレクサンドリアで俺を殺さなかった？お前は我らが結社に加わるべきだったのだ。だが奴隷を、お前は息子の仇だ。どうした、怯えてるのか？お前のお友達のヘプテファは強情なやつだった。お前の息子もだ。この砂漠をいつまでも好きにはさせん。お前の心もいつかは壊れる、他の連中のように。私の力、可能性、感じないか？お前はただの農民だ。貧しい農民と労働者、それがエジプトという国だ。お前は息子の未来を奪った。何が神だ、人ですらない。ドワで裁かれるがいい。あの子はまだ子供だった。俺の息子は、私の人生の中であれだけは悔いていない。力を誇示し何を得た？あのガキの死で結社は私に膝を折った。カエサル、しかりローマでさえも、あの日が私を変えた。千人もの部下を従える帝国を手に入れたのだ。来い、終わらせろ。この腰抜けが時間の無駄だ。違う、俺だ。何もかも俺のせいだ。
大丈夫だよ父さん。ケム、お前を永遠に失うのか。永遠じゃない。足の原野で待ってるからね。これは永遠に隠されるべきだ。あの子が安らかに眠ったことをアヤに伝えないと。